皆様こんにちは、まいまでございます。本日3回目こちらリトルドラゴンズカフェやっていきます。実はですね、録画に失敗してしまいました。結構進んでしまってるんですよ。じゃん、カフェが大きくなってます。で、このゲーム戻ることができないんですけども、こちらに物語っていうのがあるので、こちらをちょっと一緒に追いながらお話を説明しながら今の状態を紹介したいと思います。はい、子供部屋に戻ってきましたよ。はい、レシピをたくさん集めたらイベントが次の日の朝に発生しました。まあ、忙しくね、二人で一生懸命お仕事してましたよ。ビディがね、働かないんだよね。すいません、注文お願いします。松茸めっちゃお願いしてる。俺は今休憩中だよって。もうね、いつも休憩中じゃない。怒ってますね。あら、ビリー、これ動かすの手伝って。俺今忙しいの。あ、さすがの松茸くんも怒りましたよ。何もしてないじゃん。俺にとっての人生と何かでね。やっぱ睡眠と休憩と音楽だよな。人生三大要素。羨ましい。あ、はい、ここで来ました。なんかこうアラビアンな感じな女の子、可愛いでしょ。素敵なカフェ、こんなところにこんな店があったなんて。お好きな席にどうぞ。あ、いらっしゃい。ふわーって、いらっしゃいとか言ってくれるんだよね。私カフェが大好きなの。何かカフェらしいものが食べたいな。カフェらしいもの何がいいかな。ねえビリー、カフェらしいものって何？寝てますね。やばい、もう二人で考えよう。カフェらしいもの何がいいかな。カフェといったら、ん？パンケーキなんていいんじゃない？ということで、私パンケーキのレシピを4つ集めてこのイベントが発生したんだと思います。はい、じゃあ続きですね。パンケーキできてからだね。喜んでますね。わあ、これが食べたかったの。カフェといえばパンケーキよね。あら、うん、私が知ってるパンケーキではなかったみたい。すごい失礼だね。ごちそうさま。あら、なになになに、うん、素敵なカフェだと思うけど料理はちょっと時間がかかりすぎかな。人手が足りなくて大変なのかな。あら、あそこの彼は何？さっきから気になってたんだけど。動かないね。動かない。あ、一応スタッフなのだけ。スタッフって言い方がね、いいよね。カフェっぽい。店員とかじゃないから。お？ちょっと起きなさいよ。仕事中でしょ？やばい。こんないいお店で働かせてもらってるのになんて怠け者なの？許せないわ。あー、怒ってる。いや、え、誰？そうや、誰だよね。でも、その、お客さんでした、ビリーさん。すいません。大体ね、あんた、スタッフっていうものは、ちょっと聞いてるの？あ、やばい。イライラしてるよ。めっちゃ怒ってるやん。なんかごめんね、ビリーのせいで。落ち着いてて。おっと、スーパーサイズになったよ。やばい。うわー言ってる。あー、やばいね。これはもうヒストリック。おっと、でも喜ん、モロヘイヤ喜んでる。あ、ごめんなさい、つい変なスイッチが入ってしまって。片付けます。片付けてほしいですぐにね。ね、こんなことして申し訳ないけど、私もこの店で働きたい。しっかり真面目に働くわ。サボったりなんかしない。手伝わせてほしいの。すごい嫌だよね。うわ、松崎優しい、ぜひって言っちゃうんだね。マジかよ。マジです。私はイパネマ、いつか自分の店を持つことが夢なの。そのためにいろんなカフェでバイトしてきたわ。もうね、即戦力です。カフェに詳しいんだねって。任せて。これでも今までお母さんが一人でやってたんだよね。すっごい雇ってるけど。
そう、このゲームね、お金の概念がない。お金、お給料渡してないんですよね。それがちょっとびっくりして、今までの牧場物語シリーズって、どれだけお金を稼ぐかみたいな、ちょっとね、邪心じゃないけども、こう、ものすごくそういうの考えながらやってたりとかしてたのに、お金の概念が一切ないんですよね。後から出てきますかね。めっちゃ運んでる。とんでもないます。めっちゃ力持ちだった。カフェには随分憧れとるようじゃのうって言ってますよ。この後もレシピを集めてまた新しいお客さんが来ましたね。この辺はまだなんだろう、プロモーションビデオとかで、まだ、紹介されてたようなところですよね。メンバー的に。全くあんたは今座ってできる仕事なんかないはず。怒ってますね。いや、なんだろうって。また喧嘩ですかね、ここへ。やばい、スーパーサイヤ人になっちゃう。でも、おじいちゃんたち、三人兄弟のおじいちゃんが、お店に来てくれてますね。このシーンも、レトロドラゴンズカフェの、なんか、紹介動画に、公式の動画に、この人映ってましたもんね。あら、こんなところに可愛いお店見つけちゃったわ。私見ての通り、綺麗で可愛いものが大好きなのよね。ここ、いい感じよ。っていう感じの喋り方なんだろうけども、ずっと続けるの大変だから、軽く喋ろうと思う。あ、でも私の魅力を隠しきれる隠れ家なんてないんだわ。お好きな席にどうぞでね。松茸は軽く流すね。どの席でもいいよっていう。メガネが個性的だよ。でもただね、緑すぎる。ね、ナメック星人かなって。でもナメック星人にしては横が広すぎるね。この席が私を呼んでたわ。やばい、後ろで彼女めっちゃ怒ってるね。山山ちゃんもちょっとね、さすがにちょっとね。うってなってるけど。このふさわしい料理。そう、これ多分ね、確かバーニャカウダーだったと思うんですよ。4つレシピのかけらを集めてゲットできるやつで、多分それを見つけたら、次の日の朝じゃなくて、途中でイベントが入った。あ、一回家に帰って、このカフェの中に入った瞬間にイベントが起きたような気がします。悩んでますね。期待されちゃってる。で、そう、バーニャカウダー。バーニャカウダーでも本当に美味しい店で食べたら美味しいよね。はい。で、これ出来上がって持っていくところですね。お待たせしました。食べてくれたかな？喜んでる、喜んでる、ほら。待ってなどいないわ。私のための料理を想像した時間なんて止まる。そう、このゲームね、時間の概念も、その1日の24時間っていうか、そういうのもあるんだけども、日付がないんですよね。それが牧場物語と違うとこですよ。お金と日付がない。それこがなんか斬新だなと思って。そう、うちにはまだシェフがいない。私見ての通り長年シェフに憧れていたのよ。家でよく料理。待ってねって、ここね。私すごい引っかかったの。家でよく料理を作っていたわ。シェフに憧れてて家でよく料理を作ってた人が、ここのシェフしちゃいたいっていうね。っていう。あ。なになに？あ。あらー。あらなか、なんで言ったらあかんじゃ。いや、だって俺は今、今時どっか1個なく。これ、お皿すごいことになるよね。お母さんのお皿なのになって思っちゃうよな。もう、何度言っても料理してる私、とても輝いてる。やばい。輝いて、もうすでにね、だいぶお皿と共に輝いてる気もするけども。あ、どのぐらい輝いてるか。押しねえかい。そう、まさに欲しい。あ、もう、会話が成立してるんだね。素晴らしい。仲間として素晴らしいね。おい、なんとかしてくれ。あー、イパネマ。イパネマ、やばいね。この中でイパネマが一番やばいんじゃないかな。得意なポーズ。ほほーい、大騒ぎじゃな。よくこれだけポンコツが集まったもんじゃ。あやつったら、二人きりで心細かったろう、女王が。これだけ仲間が揃ったんじゃ。みんなで力を合わせていけば必ず母上殿を救うことができるじゃろう。ホワイトじゃーん。で、ここまで仲間にした後、このイベントが発生しました。店員も増えたことじゃし、そろそろカフェを大きくした方が良さそうじゃの、ということで。そうなんだけど、でもどうやって？まあ、見とれ。じゃじゃんじゃん。で、さっき、ちょっと見せた感じで、カフェが大きくなりました。これは知らなかったんですよ。オープニングのカフェ
の映像がずっと映ってるから、カフェが大きくなるなんて思ってなかったから、これはもう衝撃でした。どうじゃ、これくらいは泊まり客が来ても部屋に困ることないじゃん。まさかね、民宿まで始めるとはみたいな。今はもう本格的にカフェが始まってます。で、このカフェのお客さんが満足していったりとか、あと、まあ、レシピを集めるのもそうだし、まあ、一部は満足度を上げていくことなのかな。それで多分次のイベントが発生するとのことですね。で、一番大事なのは、まあ、カフェのことなんだけども、そのカフェが忙しくなるのがお昼頃と夜なんだって。だからその時は一回戻ってきてって言ってましたね。あ、鳥逃げちゃってたんだ。捕まえとかないと。だから今こんな感じでお散歩してるんですけども、11時半ぐらいかちょっと戻ろうかなと思います。戻るときは、簡単にこの下ボタンを押せば戻れるので、それで戻っていきます。あ、11時半になったね。もうちょっと見たかったのに。なんか今誰かいなかった。あ、お客さん来ましたね。あんな感じでお客さんが来てくれます。ちょっともうちょっと撮りたい。こっち側とかも行けるようになったんだよね。結構広いし、敵がね、いるようになったんだよね。ほら。あ、やばい、12時。戻らないと。カフェに戻る。あ、レシピ、やばい、聞いてきてる。注文聞いてる。で、結構サボるんですよね、みんな。で、注文。OK だね。食材がわずかです。やばいじゃん。何が足りないんだろう。これはピンチだね。ずっと遊んでるわけにいかないというか、イベントを先に進めまくってもダメなんだね。ちゃんとしっかりとやらないといけないんだね。どうしたのこれ。まあ、これがモノヘイヤの子供は意外に小さいんだ。あ、この子のこと言ってるね。これお金のマーク出てるんだけどさ、片付けるだけで特に何もお金が出ない感じがする。あ、見て見て。これサボってるの。ほら。イライラしない。どうすればいいんだろうか。運んで運んで何してんの？そうそう。暇になったな。まあ、これでね、一通り終わりですね。これでお昼のお仕事がおしまいです。また一通りいろいろ集めていきたいと思います。畑とかも一定時間過ぎると回収できるようになりましたね。5時半です。そろそろディナーの時間かな。ちょっとお魚まで釣って帰ろうかな。お魚いる？いたいた。結構釣りポイントもあって3箇所ぐらい序盤でもありますね。どこまでマップが広がるのかがちょっとわからないですけども、はい、魚釣り終えたんでカフェに戻ります。 OK、 何時頃から来るのかな。ちょっと見ときましょうか。多分夜も来るはずなんですよね。ちょっと近所を歩いててもいいかもしれないね。お客さんが来たら、橋の方からね、ゆっくり人が歩いてくるんですよね。今8時なんですけど、結構人が来てます。やっぱ7時、8時ならどんどん人が来ますね。サボってますね。はい。どんどん話しかけます。ありがとうございました。今来てるお客さんこの兄弟ぐらいかな。あ、サボってますね。これどん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 話しかけます。ない感じかな。お客さん帰ったかな。なんか喜んでますね。松茸もこれ食材確認しとくわって言ってる。あれ、レシピを見せた。あ、ラタトゥのレシピ受け取りましたね。ちょっともう寝る時間。これでじゃあお店がもうおしまいですね。で、朝になるまで遊ぶことはできるんですけども、ただセーブができないんですね。ちゃんとベッドで寝ないと。あら、ラタトゥイユの材料がない。野菜がない。セロリ、セロリないな。ちょっと遠くまで行かないといけないかな。ベーコンエッグ、 OK。 セロリ探しに行かなきゃ。ちょっと行ってみようか。卵、 OK、OK、できたよ。美味しそうじゃん、ベーコンエッグ。カフェメニュー更新で、これ入れとこう。OK。ん？何の音？何の音？
みんなもう休んでる感じかな。 OK。 そうそう、寝ようって言ってますね。何時だったかな、なんかね、今日のカフェの結果みたいなのが出るんですよね。それまでちょっとお散歩してきます。あ、今時間になりました。今日の結果というものが出ました。LR で満足度ランキングも確認できますということで、ちょっと押してみましょう。はい。今日の来客数12、お手伝い回数4、新記録。なんかピンチ、何がピンチかわかんないけども、カフェの評判がちょっと溜まってきましたね。食材の確認。食材の確認。おお、うまいって言ってる。すごい、結構細かく出てますね。あ、ちゃんとあるかどうか確認しなきゃいけないってこと？なんか足りないって言ってたよね。ちゃんと確認しなきゃ。大丈夫そうだけどな。あ、焼き胸肉がない。それは、ちゃんと鳥を倒さないといけないんだね。オッケー、焼き胸肉をゲットしなきゃいけない。注文数ランキングが、あ、そうなんだ。お肉とかね、満足度はこのステーキなんだ。肉系が大人気なんだ。いや、面白いね。こんなのが出るの、ちょっと、やる気が。で、今ちょうど12時ね。12時になったら出ると。まだここには行けない。どこまで、満足度がいっぱいになったらストーリーが進むのかな。朝のね、5時ぐらいになると、次の日になっちゃうので、もうちょっとだけ素材を集めてから、怖い怖い、こっちでこっちで、この岩にぶつけると、なんか出るんですよね。よしよしよ。こんな感じで、お肉に変わります。あ、間違えた。OK。これでズッキーベーコンゲットです。お肉が足りなさそうだったからね。飛んでるのが、焼き鳥になるのかな。あ、どっから行くんだろう。これ上に行けないっけ？さっき言ってたよね。こっちからか。これを体当たりします。ドン。で、多分。あれ？お肉どこ行った？あ、嘘！こんなとこに！これバグじゃないの？嘘？取れない。困ったなぁ。こんなことが起きるの？残念。怖い！食べられちゃった今！ショック。そう、これ食べられちゃうんですよね。もう、あ、また変なとこのお肉行ったよ。拾えないじゃん。ジャンプしたら取れるんだ。これやばいな。こんなの無理じゃん。困ったな。やばい、もう3時だ。帰ろう、もう。そうだ、3階見てなかったな。ちょっとだけ見よう。あ、すごい。あ、ここお客様が泊まれる部屋になってるってことか。あ、すごいね。いっぱいあるよ。わ、楽しみだ。あ、やばい、もう4時4時4時。早く寝よ、早く寝よ。戻れるこれ。セーブしたい。あ、もう寝てると待つだけ。では、おやすみなさい。なんかしてるね。はい、今日はこんな感じで終わりたいと思います。はい。私の中で牧場物語とほとんど似てるなっていう感覚があるのと、まあ、お金の概念がないのと、あと日付の縛りがないので、本当にまったりゲームができるので、なんか牧場物語よりも、より自分のペースでできるなっていうのがあります。春までにこれをしなきゃ、夏までにこれをしなきゃっていうのがないから、すごい楽だなと思って、で、すごいストーリーがずっと続いてるので、なんだろう、恋愛で誰と結婚しなきゃとか、あの子にプロポーズしなきゃとかそういうのもないし、まったり自分でこのキャラクターたちを動かせるのですごく楽しいです。マーベラスが作った RPG っていうのを売りにしてるのがすごいわかる。すごい楽しい。はい、皆様ご視聴ありがとうございました。また見てください。さよなら、バイバーイ。